みません、今移動しました。定位置に急いで設置いたしました。こんにちは、ないま、おかえり。あー、そうだ、オープン戦ね、もう始まるから見に行きたいねっていう話をしてて、エミリーさんとか行きたいねみたいな、行こうねみたいな話をしておりました。寒い、寒いな、寒い。はあ、舞さんが「わーい楽しみ」なんて返したらいいだろうなんて返したらいいの違いますっていう楽しみっていう分身ですか。そろそろ始まるんだよね。え、まいちゃんじゃないの？違います。はい。あ、誰だ誰だ誰だ。うずしおさん、うずしおって読むんですかね。うずしお、ありがとう。うずしおさん、ありがとうございます。カフェライト嬉しい。くまんちさん、ズッキーさん、ありがとう。大画面で映れたらいいねそうそう、今年の目標はそうね、ひじりが言ってたやつだそうだ、なんか、ん、オープン戦3月始まるぐらいかな。そっか、3月ですかね。じゃあまだもうちょっと先か。明日からキャンプか。なんかもう早っ、1年あっという間ですね。もうなんか、でもホークスの試合はもっとね見たかったですけどね。去年結構見に行ったけど、もっと続いてほしかったですね。終わっ、試合とかさ、負けちゃったらもうないじゃん、そこの、そのCS とかでもこう負けちゃったらもう終わっちゃうからね。あの、見に行きたかった。愛知さん、やっぱりホークスですか。ホークス推し、なんかやっぱ福岡だからホークスみたいな、あんまりそういうね決まりはないかもしれないけど、あの、ホークスが福岡の、福岡の方から、なんかその、まあ、九州とか福岡の方からもう愛されてる理由がね、分かります。福岡に住んでたらめちゃくちゃ分かるんですよ。だから福岡にいるからホークスっていうわけじゃないです。全部の球団こう見てて、見たとしてもやっぱホークスの層の厚さとか、なんかいろんなパワーバランスがすごくちょうどいいというか、なんて言うんだろうね、いろんな分野で活躍されている方多いし、そう、見てて面白いですし、ホークス推しですよ今は。
昔はね、なんかパリーグ全然見てなかったんでセリーグばっかり家のテレビつけたらやっぱ関東の方でセリーグ応援しがちだったんだよ、なんか応援っていうか 見がちだったので、そうこっちに来て5年前からパリーグとかをこう知るようになって、そうね、まあちょっと見るのが好きですね、私は球場とかでも見に行くのが結構好きですね。なんかルールがそう、あのほどよく野球はこうルールは知ってるので、そうひじりとかは本当に何も知らずに、えどうやってえ何チェンジって何みたいなストライクえボールえフォアボールとか、あのな何それみたいな感じなのだから、説明はできるぐらいの知識はありますけど。ポンさんありがとう、ポンさん、セリーグだったら、巨人かベイスターズ近いからね、やっぱそういうのはあるよね、近いから。でも一回ちょっと見てみたいけど、その球団全部どんな感じか。まあでも、巨人のなんかやっぱオレンジの、白とオレンジの、あ黒オレンジかっこいいんだよね、あの色が、色とか結構そういうの大事結構大事ですよ。博多であるかなね。一回だけ参加させていただいて、球場でさ、ドームの下でさ、あのドームのその芝生に足を踏み入れる日が来るとは思わなくて、そこで踊ったことがあるってちょっとすごいよね、すごいことではあるよね。中継やってないから、そっか、え？え？地上波でやってないの？みんなもうサブスクにこう入ってそれで見ちゃってるから不思議だね。わあ、ちょっとなんかいい香りがすごいしてるんですけど、ちょっと美味しいかな。球場で完成するとやっぱね違いますよね。あれで今日であれですかね、キャンペーン終わりなのかな、31日、今日で終わりだ、今日で終わっちゃうんだ。私今すごい微妙なポイント数なんですけど、これ達成できるかな、皆さんの力をお借りしたら達成できますか。あと12万ポイントぐらい必要なんだけど、それを達成するには、こんにちは。今回のなんかポイントとかをよくわからないんだよね、何なんだろう。今私のポイント数が、押し始めキャンペーンみたいな今イベントやってて、
今なんか一つ目のキャンペーンを達成してるんですけど、二つ目の今日で終わりなんですけど、あと12万ポイントぐらい残っちゃう。でもちょっと微妙ですよね。微妙なポイント数だよね。このキラキラ星とか、あ、無料紙ギフトとか、もし持ってる方いたらください。さっきいっぱいくれた方、クマンチさんありがとう、ひろゆきさんもありがとうございます、ポンさんもいっぱいありがとう、こんにちは、コクピグさんありがとう、ピッさんもありがとうございます。達成したいな、ちょっと今日で終わっちゃうからどうしよう。ペシさんありがとう、ホクピグさんもペンライトありがとうございます。一つ目を達成したらこれさ、どんなみんなも何かもらえるのかな。なるほど、もう25万1個のやつは達成してるので、アバターはプレゼントされるみたい、みんなには。ちゃんとくさんありがとうございます、ありがとう、クピグさんもありがとうございます。そうでも50万ポイントはあと12万ポイントぐらいなんですけど、ちょっともったいないよね。ちょっと中途半端なポイント数になっちゃった。そう、新アバターっていうかこれですね、このクマうちわをオタクマみたいな、これはなんか配布されるみたいですね。タワー11本符号石油王降ってこないかな。石油王どなたか、石油王いらっしゃいますか。それは配布されるみたいです。夜に配信できるかな、どうだろう。そろそろリハが始まるからゆったり配信できなくなりそうです。もう覚えなきゃいけなくて、コンサートの、そうゆったりできる時間が少なくなりそうだ。覚えることがもう少し、頭がパンクしちゃいそうですよ。そう、もう時間がねあんまりないのでね、そう、トマさんありがとうございます。これも手法、そっか、ドッキーさんありがとうございます。
見に行ってきます。 A は見ました。そう、みなちゃんにも会えてね。お芋さんのやつも、あのお芋さんの幽霊のやつも見に行ったし、前回そう2回連続で見させていただいてます。何記念日でな記念日とかじゃないですよ。私がただ単にちょっと作りたくなったっていう、料理を振る舞いたくなったっていうだけですね。そう、ありがとう大ちゃん、ありがとうございます。いっぱいクマペンライトキャンペーン達成、この時間にできないかな。達成ありがとう、ありがとうございます。何か誕生日とかにさ、誕生日に何を買うかを今ちょっと悩み中なんですけど、これ何時まで、このイベント11時分なのかな。夜にしたとしても達成できるか分かりません。達成できないかもしれない。誕生日はでも欲しいものって難しいですね。なんか無理やりね、なんか決めるのもあれだし、自分が欲しいなって思うものが来た時に買うのが一番かなってちょっと思うタイプなので、なんかそう難しい。自分でのご褒美、自分への誕生日プレゼントとか、買いたいけどなんかパッと浮かんでないので、まだそう浮かんだら買おうかなっていう感じですね。ペグさんありがとうございます。ありがとう。またちょっと遅い時間にやろうかな。でも配信しても達成できるかわからないけど、どうだろう、見れる方いるか。ちょっと時間が早めなのであれだよね。18号のフィギュアいらないです、大丈夫です大丈夫そうです、大丈夫そうです。すごい、トップ1っていうアバターの人いる。1位のアバターすご。こんにちは、よし終わろう。では皆さんありがとうございました。ちょっと私はあと少し準備をして料理を振る舞います。ありがとうございます、見守ってくださった皆さん。あの圧力鍋やってるやつがちょっと美味しく出来上がるのかが分かんないんだけどね。またチャットとかに動画を送ろうと思いますね。ちょっと味見してる動画とか、まあ撮れたら撮ります。チャットに送ります。
13位クロちゃん、12位のりさん、11位スミスさん、10位ポンさん、9位ドマさん、8位ズッキーさん、7位タニカヤトガさん、6位うずしおさん、5位バーミヤンさん、4位ちゃんとくさん、3位タータンさん、2位ダイちゃん、1位ホクピグさん、ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん。じゃあね、ピグさんありがとう。チャットに送ります。カメさん ありがとうね、ペンライトありがとう。またね。あ、おぱんちゅうなぎさんありがとう。初めてこのおぱんちゅうなぎさんありがとうございます。初めてなのか。ありがとう、投げてくださった、嬉しい。神様ありがとう。コメント来るかな。パンチュウナギってすごいだいぶすごいのが組み合わさっちゃって。ギフトを投げて、本当に音沙汰ない方いらっしゃるんですけど、すごいですよね紳士投げなんです、紳士投げと言ってますけど、だいぶすごい。愛知しか勝たんありがとうございます。あんまりちょっと絡んだことがない方発見しました。ありがとうね、ありがとうございます、嬉しいです。またちょっと後でできたら、夜にできたらするかもしれませんね。ファントムさんちょっと時間ちょっと遅めかな。ありがとうございます。投げてくださった方もありがとう、皆さん。あ、じゃあランキングちょっと変わっちゃったので読もうかな。13位スミスさん、12位ポンさん、11位トマさん、10位ズッキーさん、9位パンチュウナギさん、8位カメさん、7位タニカヤタガさん、6位ウズシオさん、ウズシオさんは初めてかな、5位バーミヤンさん、4位ちゃんとくさん、3位タータンさん、2位ダイちゃん、1位フォクピグさんです。ありがとうございます。なんかコメント来たと思ったら定型文面白い、ありがとうございました。じゃあね、みんなバイバーイ。